お疲れ様です。マピオです。今回は超ゴマパレード超ゴマアップ回していきたいと思います。44年すると11年サービスがつくということで、いつも通り55年回していくわけなんですが、一番の狙いはスルとあとパールバティあたり、持ってない超ゴマが欲しいですね。実はサタン、動画ではサタン出てるところは見せてなかったんですが、正月の時に超ゴマあれからもう少しだけ回しててサタンは持ってるんですよ。ただ2体目が欲しいんですね。サタンは2体目が欲しい。あとアテナも2体目持ってないので、2体目で進化と投下のどちらかを作れる、状態ということで、ティターニアあたりですね。ティターニア、サタン、アテナの2体目が欲しいかなと思っております。そんなわけで狙いは結構多いんで、早速回していきましょう。パールバティとか、あとあれだ、フレイヤの2体目も欲しいかな。フレイヤ2体目とパールバティを組み合わせたいんですよね。個人的なそんなコンボデッキを考えているわけなんですけど、出てくれればいいな。まあ、そのためにはね、今言った2体をそのまま出さないといけないんじゃが、フレイヤは持ってるけど進化で使ってるからね、10日フレイヤと組み合わせたみたいな。で、触れてなかったけど虹のかけら出てきて、これは超ゴマらしいです。ラムラムシオン、なんかすっきりさせたけどこいつ常設かよ。まあ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 、 S の出現率は 8% ということで、11連回したらほぼほぼ一体は出てくれるんじゃろう。そうなんだろう。問題は中身なんだよな。超ゴマ希望の光、虹の色を見えたわけなんですけど、まあ、さっきのあ、まあまあまあ今回見てなかったけど、そう、希望の震えブルブルブルが来てくれました。今右手で肌で感じました。1枚、まあ、1枚は来てくれるって感じはしますね。はい、あーゴーラちゃんか。まあまあまあ、こいつもそうか、常設か。まあ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 、でも S は出てる、 S は出てる。さあ折り返し地点33連目、そろそろパールバティすると、それから2体目のサタン、アテナ、あ、ちなみにメーレンは2体持ってるんで、もう3体目以降はいらないかなと思っておりますよ。メーレンじゃなくていいからね。今言ったのフラグじゃないからね。サタン、アテナが欲しいよ。メーレンの同期が私が欲しいんです。なんならその先輩のスルトとかフレイヤとかパルバティとか出てくれても構わない。おし、あ、これあれか、進化前初めて飛んのかアテナ。あ、そっかそっか、進化前初めてだからアテナの2体目が出ましたね。これで今使ってるアテナが私10日なんですけど、進化のレジストの動画とか出せますね。いや、これはありがたいですね。どうもどうも。よし、折り返し地点に早速超ゴマ来てくれましたね。残り22連でございます。いらっしゃいませ。あー、まあ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 、虹のかけらがなくてもね、これ身内話なんですけど、うちの親父は虹のかけらが見えないと機嫌悪くなるんですよ。11連回すたびに、でブルったら、おーブルったとか言うんですけど、基本的に虹のかけらが見えないとあーっていう表情するからちょっと面白いんですけど、まあそもそも私はこの11連ではすげー B が多いな。 A3 枚でしたね。いや4枚か、八つ房とか見えてますね。超ゴマはしっかり出ている。最後サービス11連サービスしてくれよな。いや、ちょっと乱数調整、乱数調整、乱数調整、乱数調整。オッケーオッケーオッケー、これでいきますで、これで超ゴマ出たら多分真似する人ともいるかもしれませんけど、まあ真似しない方がいいというか別にね、参考にしなくていいですよ。こんなことは私が勝手にやってるだけだから。さあ乱数調整の効果は出るのか出ないのか。出ない出ませんでした。あの A はめっちゃ出てる。もしかしたら乱数調整、今のね、下に行って上に行ってを繰り返すことによって A はめっちゃ出るかもしれませんね。まあそんなところを参考にしてもしょうがないんですが、でもアテナの2体目が出たので今回は OK かなということで、ちょっと見ていきましょうか。 S は3枚出ましたね。もうちょっと S 出てもよかったかな。最後の22連は S なかったので、どこからだっけ。そうだ、ラムシオン当たってゴーラ当たってアテナか。まあ、アテナは OK ですね。これ10日使ってたので、進化も使いたいなと思ってたので、これ進化アテナの動画、近々撮りましょうか。で最近私、動画、あれなんですよね。リューパー、火炎とか代償とかなんか同じような動画ばっかり上げてるので、まあ、ちょっと違う動画を上げたいかなと思いつつって感じですね。で、この動画の後はおそらく、まあ、自我予告みたいな感じになるんですけど、10日ジェンイの動画が上がると思います。そっから、なんか次の動画はマデッキを中心にやろうかなとか、勝手に思っております。まあまあまあ、これはあくまで妄想なんですが、最後にですね、皆さん、この超ゴマパレードを回しましたでしょうか。このキャラが出たとか、こんだけ回しましたとか、そういうのありましたらコメントでいただければ嬉しいです。ということで、今回は
短いですがこの辺で終わります。すごいテンポ良かったね。まあ5分ぐらいのジョコマパレードの動画だったんですが、1分あたり11連回してる計算になるな。まあこの辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。